どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA のね、ホノルル線エアバス380はですね、便数変更計画が出ましたっていう動画をね、先日やってさせていただいたと思うんですけども、ANA マイルですね、この動画が出てるのが3月の6日で、3月の5日にですね、東京からホノルル行きのファーストクラスのですね、大開放がございました。で、今日ですね、3月の6日、水曜日なんですけども、本日はですね、ホノルルから成田の大開放がですね、ファーストクラスね、出ているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの空席ね、皆さんと見ていきたいななんていう風に思いますので、ANA のね、ホノルル線のファーストクラス乗られたいっていう方はですね、今がね、チャンスっていう風になりますんで、まあこちらね、平会員でもね、まあ私、スーパーフライズ会員なんですけども、まあどちらの方でもですね、こちら検索で出るっていう風になりますんで、利用されたい方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ではね、早速特典航空券で一緒に探していきたいなと思うんですけども、こちらがですね、その画面になりまして、今ね、出ているのはホノルルから、成田路線の、ファーストクラスですね。ですので、こちらをね、ちょっと先にね、検索させていただいてますけども、私が見てる感じだとですね、結構ね、ファーストクラスね、空席が出ておりまして、12月はちょっとね、微妙ですね。ないかもしれない。まあ、期間はね、3月の31日までっていうところなんですけども、どうですかね。12月はね、さっき見た時はね、全然なかったんですよね。1月、2月、3月はね、結構出てたんですけども、期間はね、全体的な期間は3月の31日までがですね、開放来ているっていう感じですね。で、日付としては12月の、6日以降ですね、フライングホノがね、2便体制になるということで、この前ね、プレスリリースが出ておりましたけども、12月は出ないかな。ちょっと1月に行きましょう。先ほどね、1月で、見させていただいたらですね、ファーストクラスね、空席出てましたんで、まあこちらね、1名で検索させていただいておりますので、まあ2名で取れるっていう日はね、そんなに多くないと思うんですけども、まあちょっとね、やってみていただければなっていう感じですね。まあ、どっちかというと、ファースト1名、プレミアムエコノミー1名みたいな感じになりますかね。もしくはエコノミー1名みたいな。言っといてね、全然出てこない。さっきまでね、出てきてたんですけども、どうでしょうか。ちょっとね、地道に検索していきたいなと思うんですけども、先ほどまでね、結構ね、ありましたんでね。さあ、この数分のうちに結構取られてしまったのか、どうなのかっていうところですけども、さっきまで結構空いてたんですけどね。あ、ありますね。ファーストクラス。あ、1月の15日にありますね。まあこの動画見ていただいてね、まあその日通りにね、検索していても、まあ OK ですけども、まあこれもね、早い者勝ちっていう風になりますし、まあステータスによってもね、若干変動すると思いますんで、まあ平会員だと出てこない可能性もまあゼロではないですね。まあ私が先ほどね、まあ妻のアカウントでやった感じだとね、出てきたんですけども、まあこれもね、タイミングっていうかね、まあ空席次第になりますからね、取られてどんどんなくなってきたらね、まあ、枠自体は減ってきてしまいますのでね、1月の22日もあります。で、帰りの便に関して、まあこれはね、ホノルルから成田便のファーストクラスをね、今見ておりますけども、まあわかりやすいんでね、こっちを先に検索させていただいておりますけども、成田からホノルルに関しては、まあ基本的にはね、エコノミークラスかプレミアムエコノミーっていう感じになりますかね。まあ昨日ね、大開放がありまして、まあ今日まで多分ね、残ってないと思うんですよね。昨日もちょっとね、生放送とかで、皆さんにね、見させていただいたわけなんですけども、やはりね、この特典航空券の開放があってね、動画にするっていうのはね、結構タイミング的にもね、難しい部分がございまして、なかなか、まあでも1名であればですね、ちょこちょこファーストクラスね、今空いてますんで、まあ2月、1月からね、3月31日、まあちょこちょこ見ていただいて、まあ利用できそうなところ日付があったらね、予約していただく。まあ ANA の場合はね、往復でね、予約していただく必要があるっていう風になりますんで、1、2年ね、利用していただかなきゃいけない部分はあるんですけども、まあでもね、ANA のファーストクラスね、ANA マイルで取れるのであればですね、かなりいいですよね。で、2月に入ってまいりましたね。どうでしょう、2月に入って空席が出てくるか。さっき検索した時だとね、結構出てきたんですけども、やはりね、刻々と座席は埋まっていきますんでね。はい。だこうなるとやっぱりね、生放送とかの方がね、紹介しやすいかなっていうところなんですけども、まあね、生放送だとね、その場で見れなかったらね、まあ見る気失せるじゃないですか。
ですんでね、今回ちょっと動画にさせていただいたわけなんですけども、やはりね、動画だとね、編集してる時間があるんでね、まあ、その間に、まあ、なくなってしまうっていう部分もね、まあ、ありますよね、普通に考えて。2月に入って全然出てこない。さっきまでポコポコ出てきたんだけど、やはり、刈り取られてる感じがしますね。うん、月曜日が結構出てきた気がするんですけども、今月曜日もう2回ぐらい検索してるけど全然出てこない。2月の前半は全滅ですね。2月1月が空いてて2月が空いてないって結構不思議なね。1月2月の方が寒さ的にはローシーズンな気がするんですけどね。2月はもう全滅。ああ、ありましたね。2月の26日月曜日ファーストクラスありますね。エコノミープレーコも空いてますね。ですんで、やはりね、あれですね。行きは、帰りがファースト。あ、2月の28、水曜日も空いてます。ですんで、まあ、これで検索していただくと、もう、このファーストクラス、帰りね。まあ、これちょっと今逆で選択してますけど、もう、あ、ビジネス空いてますね。うわ、やば。3月31日、ビジネス空いてますね。あ、でもこれは行きになっちゃうんですね。はい。まあ、行きが3月31日で、まあ、帰りがね、ファースト乗れないんでね。はい、でもあるんですね、3月31日東京ホノルル線の。もしかしたらこっちの大開放も来てるのかな。まあ、こんな感じで、まあ、こういった感じでね、検索していただく感じですね。で、3月に入って、先ほどね、3月もちょこちょこありましたんで、まあ、3月もね、ぜひチェックしていただきたいななんていうふうに思うんですけども、まあ、言うほど出てきてないんでね、はい、ちょっと説得力には欠けるかもしれないんですけども、3月の前半、あ、出てきましたね、3月の7日。朝空いてます。まあこんな感じで、まあ一日ずつね、日付ずらしていただいて、月、まあちょっとね、曜日はね、なんとも言い難いんで、あ、3月11日も空いてますね。はい。ぜひね、一日ずつずらして、検索ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。結構ね、ちらほら、ファーストクラスね、取れるっていう風になりますんで、まあちょっとね、2名だと厳しい部分はあると思うんですけども、まあ1名であればですね、結構取れるかななんていう風に思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければななんていう風に思います。ということで、今回ですね、エアバス380、フライングホノルルですね、ファーストクラス大開放ね、昨日に引き続き、今日もね、来ているっていう風になりますんで、まあ気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと、思います。ちょっとね、座席はどんどんね、減っていくっていう風になりますんで、まあ、この点だけはね、ご了承いただければな、なんていう風に思うんですけども、こちらね、午前中から、まあ、開放情報ね、出ておりまして、まだ空いているっていう風になりますんでね、まず、多分この動画ね、出ている頃にもね、まだ予約はできると思いますんでね、ぜひね、気になる方、チェックね、してみていただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいな、と思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。